うわ、6万点超えた。すごいですよね。これプラス70ぐらいですよね。うん。となるとこれもう本当に、あ、これまた黒沢さんのすぐそばまで来た感じですよね。そうですか。はい。ただ正直やっぱりなんて言うんでしょう、その回のカットとかっていうところよりは、はい、よりももちろん決勝を見ているので、そうですね、はい、なのでこの方が嬉しいですね。詰まった方がいいって言い聞かせて戦いたいと思います。そうですよね、はい、なるほど。石井さんまたすごい手が来てますからね。来てますね。やばい。これポンカしない、スルーしましたね、このトーンを。すごい。それがプレイスタイルなんでしょうか、石井の。いや、普段だとする、どちらかというと泣くタイプですね、1枚目から。ちょっとなんか今いい雰囲気感じてるかな。そう、いい雰囲気だからってところですね、だから泣かない方がいい、はい、俺はまだ、ほら来た、来た、はぁ、いや、すごいすごいすごい、ほら来たわ、やばい何をしてたんだみたいなすいませんわぁ、すごいよ。大変大変だって、これ数アンコウもありますしね、面前大三元もありますよ、まだ。いやあ、これは泣く。さすがにパーマンからは泣いた。パーマンは泣く。でもこれトーンはね、盲点になりますもんね、うん、これでもトーン吐くスーピン、トーン吐く出たら流派は捨てられるんですね。捨てますね、はい、ただ先にハスが来れば、あ、ハスから切った。あ、もう切った。あ、ハス切ったってことは、これ吐く出やすくするためですよね。あら、そうですか。この吐くはこれポンテンですけど、はい、わあ、でも止まってるところがいいですよね、なんか怪しい、そんな気配を感じているか、大島。ドラドラだから行きたいんですよ、大島さんだって、よく我慢しましたね、我慢しましたけど、これ何本宮内、これでも我慢したから、あ、これさすがに吐くか。いや、でも本一行くかもしれないですね。ね、ありますよね。スイーピンパーピン。なるほど。両面ターンを切っていく。すごい。白を切らない。ただギリギリまで引っ張ったおかげで方順に回っちゃうみたいなのもあるから難しいですよね。まだ今の段階では何とも言えません。東條さんも難しいですよ、これ。あ、単ヤオに行きましたね。G1 が貫通になっています。続けてシャアなんですけど、はい、本当は早く処理したいんですね、スーパイは。これローピンかな、ちょっとだけ。ローマン縦引いたら本一ですからね。本一以降は見た方がいいと思うんですよね。ああ、そうですか、はい、その時はスーピンも切ってくんですね。スーピン切ると思いますよ。わ、これはいいじゃないですか。先天だ、ね。さあ、面前本一仕上がるのか。しかもドラドラですからね。登場もすごいすごい。数万切りたいか、数万かな、チーピンかな、チーピン1枚入れなんで、チーピンか、はい。これはシャアのドイツ落としがうまくいったか。これウーマンから引いた時だけ勘ですもんね、はい。わあ、これどうなるんだろう、どうなるんだろう、面白いですね。もっと有効牌です。これは白か、リーチ、リーチ、これポンですね、ポン。そして石井がポン、天牌です。いやー、面白い戦いですね。いやー、すごい曲、チーソーとペーですか、はい、とトン、ドラのチーソーってことですもんね、あ、ペー、あ、ペー、あ、宮内打つ、うわー、打った、大島上がりました、面前本一。そしてドラも2枚あります。いや、すごい、ハネマンの上がり、大島。いや、大きいですね、これは。ものすごい大混戦になりましたね。